ギブリは、イタリアの自動車会社、マセラティが販売している高級車である。社名の、ギブリは、リビアの高地から地中海地方に吹き込む埃りを含んだ、熱風に由来する。1966年に発表、デザインは、カロッツェリアギア時代のジョルジェット・ジュージアーロによる。交換フレームにスチールボディを被せたスタイリングは、当時の高級スポーツカーに共通して見られる地を、 ハウヨーナセの低いプロポーション、ロングノーズ、ショートデッキ、ファストバックスタイルを取り、マセラティとしては、初のリトラクタブルヘッドライトを採用する。当時のライバル車、フェラーリデートナ、ランボルギーニ・ミューラーと比して、直線的、平面的に見えるが、エッジと曲面とが使い分けられている。当時のジュージアーロデザインのエッジシェープ思考がよく、現れており、ジュージアーロの代表作でもある。 乗車定員は2名であり、インテリアにはレザーが多用されていた。トランスミッションは5速、MT、オプションで3速 AT が選べた。出力 330PS の 4.7LV 型、8気筒エンジンを前方に積む FR レイアウトで、0から60マイルパーアワー加速は6.8秒、最高速度は時速265キロメートルであった。当時は世界最速の座と人気を、 フェラーリ・デートナやランボルギーニ・ミューラ P400 と争ったマセラティのヒット作である。1969年にオープンモデルのギブリ・スパイダーを発表。1970年には排気量を 4.9L に拡大。最高出力 335PS、5500rpm、最大トルクフ4 9 0 k g ォ m 4000rpm にパワーアップされた。 ギブリ SS、ギブリスパイダー SS を発表。1973年に生産中予されるまで、総計1274台が生産された。翌年に発表されたカムシンが後継モデルとなった。1992年にギブリ2として名称を復活。形式は EMG。イタリア本国仕様に2.0リットル V 型6、気筒。 輸出仕様に2.8リットル V 型6気筒エンジン、トランスミッションは6速 MT、4速 AT が用意された。初代と同じラグジュアリークーペではあるが、パッケージングが異なり、2ドア4シーター、ノッチバックスタイルを取る。快適性と運動性能の両立を追求し、内装には、このリーレザーとウッドトリムが採用され、最高速度は、 時速 260km、0から 60mh 加速は5.7秒。ボディデザインは、同時期に発表された上位者マセラ・ティシャマルと、類似していた。1994年にインテリア、ホイールが刷新され、電子制御サスペンション、ABS が加えられ、1996年には、さらに17インチアロイホイール、サスペンションと、 トランスミッションに改良が加えられたギブリ GT が発表された。1997年にはワンメイクレース用にエンジン、足回りにチューニングが施され、内装のウッドパネルをすべてカーボンパネルに置き換えられたギブリカップが発売された。最高速度は時速 270km。1997年まで生産され、翌年に発表された 3200GT が、 後継モデルとなった。2013年、上海モーターショーにて発表された E セグメントセダンの名称としてギブリの名跡が復活した。全世界での量販戦略を担うスポーツセダンとしての位置づけとなる。搭載エンジンは、チューニング違いの3.0リットル V6 ガソリンツインターボと3.0リットル V6 ディーゼルターボの3種類。ディーゼルエンジンの搭載は、 マセラティ史上初である。また、オードもラインアップされる。日本では2013年11月に販売開始。2WD のギブリエスと 4WD のギブリエス Q4 の2種類がラインアップされた。これまで日本のマセラティ社の価格は最低1000万円超だったことから、1000万円を切る戦略価格は大きな話題となった。2021年。 マイナーチェンジが行われた。ディーゼル車が廃止され、マセラティ発のマイルドハイブリッド3.8リットル V8 ツインターボエンジンの両モデルが追加された。ジブリューインド。エンサイクロペディアブリタニカ。2020年6月22日。閲覧。日本の映像製造会社スタジオジブリと同じ由来。また、白ッ子も同義語である。ありがとうございます。